ユリア・プチンツェワは、ロシア・モスクワ出身で、カザフスタンの女子テニス選手。現時点では、まだ、WTA ツアーで、シングルス・ダブルスともに優勝はない。WTA ランキング最高位は、シングルス27位。ミズノとスポンサー契約を結んでいる。プチンツェワの、表記売れも多い。13歳にして、ロシアのジュニアランキングのトップに立ち、14歳以下の、 ヨーロッパのランキングでもトップに立った。2010年全米オープンと2012年、全豪オープンで18歳以下の大会である、ジュニア部門のシングルスで準優勝している。プチンツェワは2012年全仏オープンで、シニアの4大大会予選に初挑戦した。2013年全豪オープンで、初出場を果たし1回戦で、クリスティナ・マクヘールに6から1、6から7、 6から2で勝利し4大大会の初勝利を挙げた。2016年全仏オープンでは4回戦で、第12シードのカルラスアレスナバローを7から5、7から5で破り始めて4大大会でベスト8に進出した。準々決勝では、第1シードのセリーナ・ウィリアムズと対戦し7から5、4から6、4から6で破れた。2017年2月5日の、 サンクトペテルブルクレディストロフィーでツアー初の決勝に進出した。決勝ではクリスティナ・ムラデノビッチに2 6 76、46で敗れ準優勝となった。大会後のランキングで自己最高の27位を記録している。プチンツェワは2012年6月からカザフスタイ国籍となった。ロシアからカザフスタンに国籍を変更した。 女子テニス選手は、ヤロスラワ州エドワ・やガリナ・ボスコボアがいる。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。